はいでは産経新聞からいきましょうあこれねちょうど先週放送の時に、えーまあ、トリチウムを含んだ水ね、えー、いわゆる、まあ、汚染水と言われる福島第一原発の汚染水これをもういよいよ海洋放出を決めないともう置く場所ないよって話をしましたねだからまあ原発の運転に際しても通常運転でも、まあ、トリチウム出るわけだからまあ 出してもいいんじゃないっていうことをですね、私はあの、えー、まあ先週言ったわけですけども、その翌日にですね、もうこういう形で月内にも決定ということが出ました。まあこれももう決定するでしょうね。まあ要はあのーえー、政治家が決断するかどうかですから、これで、ね、このまま置いとくわけにいかないんだもん。もう,もう敷地内タンクいっぱいになってそれ以上ど毎日こう溜まっていくわけですからね。こう流さないとこれほら。 まあ、先週はあのお漏らしを例えにしましたけども。<laughs> ずっとおしっこ我慢してるとどんどん溜まってきて、それずっと出さずに我慢してたらどうさ、どうなるかって言ったら、おもらしですよ。<laughs> 要するに、管理できないまま垂れ流すことになっちゃいますからね。だったら、ちゃんと、まあ、あの、基準値までですね、希釈した上でですね、世界の原発だってみんな垂れ流してんですから、まあ、その程度、あ防行炎になりますからね。はい。まあ、福島第一原発だって、えー、かつてはですね、普通に運転時 トリチウム出してたわけですからまあまあそのぐらいはねだから福島だから出しちゃいかんってことはないわけですからあ執行猶予ねそうよそうよ、えー、まあまあちゃんと希釈した上で出せばいいんじゃないかなと私は思っておりますまあ私はねあの、えー、打ち水作戦といってねあの、えー、コンクリーにね打ち水すればどんどんね蒸発してなくなるんだからそれでいいんじゃないのと思いか消してしまえばいいんじゃないのと思いましたけどもね、はい、そ,しそ,しもうそしたら漁業権も何もないですからね ただまああの海洋放出という方針らしいですよ。はい、まあちょっと読みます えー、東電福島第一原発で汚染水浄化後に残る放射性物質トリチウムを含んだ処理水の処分に関し政府が海洋放出を決定する方針を固めたことが分かった早ければ月内にも関係閣僚による会議を開いて決める第一原発では、えー、デブリを冷やすための注水などで現在も汚染水や処理水が増え続けており東電によると処理水の保管タンクの容量が令和4年夏頃に満杯になるただ海洋放出には設備工事や 原子力規制委員会の審査が必要で放出開始まで2年程度かかることもあり待ったなしの状況。そうですねえーっと えー、梶山経産大臣は16日の記者会見で廃炉作業を遅延させないためにも日々増加する処理水の取り扱いについて早期に方針を決定していく必要がある政府として責任を持って結論を出したいと述べた第一原発の敷地内に保管されている処理水の処分方法をめぐっては今年2月政府の有識者会議が処理水を蒸発させる大気放出と海洋放出を現実的な選択肢として提示その上で放射線を監視しやすい海洋放出の方がより優位な方法 方法だとの見方を示していたということですね。はい。あのー。これ。汚染水の問題ね。 最近、えー、このね、えー、それこそ満杯になるよっていうことで、ちょっとずつまた話題が出てきましたけども、かつては、今何リットルだとか、タンクが何千個だとかね、どうすんのみたいな、じゃあ、凍土壁作って、えー、地下水が入んないようにしなきゃとか、いろいろ、えー、やってたじゃないですか、震災後はね。えー、その後、まあ、関心が薄れたというんでしょうか、あんまり報道にも乗らなくなりましたけれども、えー、でもこれはね、なんとかしなきゃいけない問題なんですね。えー、そそれれはもう海洋放出したら、えー、それは漁業 ぬんでそらね、えー、福島の漁協なんかはですねそらもう反対しますよ、えー、で実際に、えー、放射能の影響が仮になくてもね風評被害ってことになるわけですよね、えー、風評被害が起きるっていうふうにですね、えー、なまあ多分起きるでしょうそんなこと言ったら日本中の原発から出してるわけですけどね、えー <coughs> でもやっぱり、まあ、福島の第、ね、一原発のイメージは悪いですよチェルノブイリに、ねえー、次ぐ第2の人類、えー、歴史上2番目のです、ね、原子力事故を起こしてしまったわけですからねそこがじゃあ放射線、放射能を、ね、含んだ水を出しますって言ったらそらじゃあ福島の魚なんか食えるかというふうに政府はそうならないようにちゃんと説明をするということですけども、えーまあ、まあこれは当然風評被害というのはです、ね かといってです、ね、でじゃあ地元がどう考えているかというとです、ねえー、周辺の、えー、地元は,です地元は、えー、もうそろそろ放出してくれとうう言っている自治体も出てきているんですね。というのはだって自分たちのお膝元にばんばん増えていって。うん これからおもらしが始まるっていうね。<laughs> そういう状況でね。いや、だ、だったらちゃんと管理して放出してくれよと。で、今はね、えー、原発の敷地の中にあるけれども、じゃあ溢れちゃったら、じゃあ、よそのところにも置くなんて話になってきたら、これ迷惑だと自治体としてはね。だから早く、あの、ちゃんと出してくれっていうですね。まあそういうことも地元も、だからこれね、まあ、保管するも自国。 えー、放出するも地獄。 まあ何をしても問題が起きるんですよ。だからちょうど先週やりましたけども、高レベル放射性廃棄物をね、ええー、まあ100万年間保管しなきゃいけないっていう話で、永久処分場を作るとかっていう話があったじゃないですか。で、これも,も膨大な資金もかかりますし、これね、あの、処理しないわけにもいかない。かといって処理するのも大変で、もう何をやってもこれどうしようもなんないっていうですね、えー、あれもダメ、これもダメっていうね、まあそんな話。だからそれだけ、あの、 えー、核燃料使用済み核燃料をはじめ、えー、放射性廃棄物というのは非常に厄介なものだというお話を差し上げましたよね。えー、でこのな,なんで処理,処理水というものがどんどん、えー、毎日毎日増え続けてきてるかといったら結局。 それぞれね、損傷した原子炉には、えー、まだ核燃料が残ってるわけですよね。これ核燃料を取り出す必要があるんですよ。でもうあれからね、もう6年、7年、何年だ、えー、?9 年か <laughs> 経ちましたけれどもあ、10年か、10年経ちましたけれども、あのー、10年ぐらい経ってもまだまだ熱が取れてないんですね。えー、っと、この <laughs>、核燃料というのは、 まあ、ウランのジルコニウムでですねあの固められているわけなんですけども、えー、これはですねもう冷やし続けなきゃいけないんですよ、えー、10年経ったからといって放射能がなくなるわけでもないし10年経ったから温度が減るわけでもないんですねもう核燃料そのものがねあの、えー、発熱をしてしまうわけでこれを冷やし続けなくてはいけないんですよなので水を入れなきゃいけないんですねだから本来であれば損傷していない原子炉であればですねあの、うん、あ中でぐる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 、えー 水を回してね冷却するんですけれどもこれひびが割れたりとかしちゃって地下水が入ってきたりとかっていう状況だからで必要に応じて水を入れそれ抜いてってやるわけですよねで抜いたらこう原子炉から抽出した水ですから。 えここにはですねトリチウムだけじゃなくって様々な放射性物質があの入ってるわけですねこれどうするって言ったらアルプスという放射性各種除去装置私アルプスってねまあなんか装置をバーって通すだけかなと思ったんですけどとんでもないですね見てみたら超巨大なえーっていうくらいダーンとでっかい建物があってそれがアルプスなんですね でそんな超巨大建物が2つ並んでて、新型と旧型とあって、両方ともガンガン回してるわけですよ。えー、で、そこのアルプス、私中入りましたけども、えー、最も高レベルな、あのーあのー、装備じゃないと入れないんですね、えー。もうそれこそ手袋2枚はめて、もうもう全部覆ってですね、もう本当宇宙服みたいな感じで、それをつけないと中に入れないわけですよ。えー ですからねその水自体はそんな水,たん水自体はものすごい放射線を出しているというわけではないけども大量の水からどんどん放射性各種を取っていきますから取ったものはこれもうバリバリほもうほ放射線を出しているわけですからそれを、えーまあ、こう除去していく装置なのでこれは線量も高いわけですそう,いうそういう装置なんですよねでそれで ALPS に入れると、まあ、どんどん放射性各種が取れていくんですよ、えー、もうか最後 完全ななな水になるわけなんですねところが最後の最後取れないのがあるんですねそれがトリチウムなんですええー、取りきれないんですトリチウムだけに <laughs> 別にシャレにもなってないんだけど <laughs> でこれはどういうことかというとトリチウムっていうのは重水素っていってあの、えー、水素の放射性同位体なんですね、えー、ほら <laughs> 水素ってあの水平リーベイの一番軽いの水素ですよ で、これも中学の、ね、科学でやりますけども、中性子が1個あって違違う,違う <coughs>、えー、陽子が1個あって電子が1個回ってると、まあ、これがですね、えー、水素の構造ですよね原子番号1番ですよね。はい <coughs> ところ、まあこれは、あの、重さからすると、あのー、1という単位になりますよね。ところが、同じ水素なんだけど、重さが3ある水素があるわけですよ。それは、えー、陽子1つに対して、中性子2個がついてる。これが原子核になってて、そこに電子が1個回ってるというね。そうすると、えー、陽子1個の普通の水素と比べると、陽子に対して中性子が2個ついてる、この重水素というのは、3倍の重さがあるわけなんですよ。えー、でも、 H であることは H なわけですね。はい。水素なわけです。中性子ついてるけど、陽子1個だから、電子も1個だから、これも完全にですね、あの、原子番号1番の水素そのものなんですね。中性子があるだけ。ただ、これは不安定なので、えー、べ、あの、えー、まあ、あのー、原子核の崩壊を起こしてですね、β 線を出すわけなんですね。えー、ただ、水素だから <laughs>、水なんですよ。だから、水から水は除去できないんですよね。 だから水の中にね例えば何かが入、はいプルトニウムだウランだとかあればそれは出せばいいんだけども水の中に水なんですよだから H2O じゃないですかええ水素 H2O ですから、まあ、O に水素が2個ついてるわけですね O に水素が2個ついてる2個ついてる水素のうちの1個が重水素なんですよ だから、えー、まあ、あのー、その水素1個でですね、トリチウムと言うんですけども、この H2O という形で存在してるんですね。そうすると、これトリチウム水って言うんですね。えー、<laughs> H2O なんだけども、2個ある水素のうちの1個が重水素なんですよ。<laughs> 30水素になってるんですね。えー、だから、もう、水なんです。水から水は取れないの <laughs>。 同じエッジだから。中性子が余分についてるだけで。だから FE とかね、えー CU とか AU とかだったら取れますよ。あ、AU って携帯電話の会社じゃないですよ金。金ですけどね。そういう別の <laughs>、あの、物質なら取れるんだけど、同じエッジなんです。えなに同じエッジって違うから。同じエッジってそっちじゃないっつうの。はい。え、だからね。取れないのよ。だから、 最後、もう、トリチウムはもう取れないから、放出するわけよ。ねそうなんです。うん。だから、えー、そういう事情、だって取りゃいいじゃんっていう。いや、取れないのよ。それがややこしいの。同じエッジだから。<laughs> 同じエッジだから <laughs>。<laughs> はい。そうなんです。はい。 まあねというわけで、まあ、まああ希釈して出せばいいんじゃねっていうことですけどもね、はいまあ原発反対っていうグループの人たちはそれも出すなっていうんでしょうけど、まあでも,もう、かつて出してたわけだからね、そのぐらいはいいんじゃないのかなと私は思いますけどもね、まあ何でもかんでもだめだめっていうのもね、やっぱりや,やっていいことでやっちゃいけないことがあると思いますからねまあとにかくこのね。 放射性物質の扱いは本当に難しい。まあとにかく半減期が長いものが多いのでね。半減期が短いものばっかだったら、まあ2、3日置いていったらどんどん縮小していくというのはいいんですけども、何年経って半分とかなるとですね、これはですね、もうな何十年経ってもまだこれだけ残ってんのってなっちゃいますから、これ本当気の遠くない。だって何万年で半減期っていうのもありますからね。何万年って、日本だってまだ2600年ですからね。 <laughs> 何万年って言われたらもう分かんないでしょそれははい <laughs> というわけですまあちょうどねホットなね、えー、話題になりましたね